1981年の西武ライオンズでは、1981年の西武ライオンズの動向をまとめる。この年の西武ライオンズは根本六尾監督の4年目のシーズンである。前年、スティーブ・オンティベロス、田淵光一ら打線の活躍で後期に優勝戦線に殴り込みをかけたチームはこの年も戦力補強を積極的に行い、 石毛広則、杉本正秋山康二などといった黄金時代の主力選手が相次いで入団。投手陣は13年目の東尾治む、3年目の森、茂和、そして松沼広久、松沼正幸兄弟をはじめ、古沢賢治、柴田康光が中継ぎで控えるなど層が厚く、打撃陣は石毛の他にも現役大リーガーのテディー・ウィットフィールドが、 加わったことからチームは優勝が期待された。前期は日本ハムの不調を尻目にロッテ、阪急と優勝を争い2位で終了。後期は8月まで日本ハムと3ゲーム差の4位と検討するが9月以降は8連敗を喫して休校下後期の優勝はならず、 最終成績は61勝61敗8分で、西鉄末期の1967年以来14年ぶりの勝率5割となった。投手陣はチーム防御率は3.62でリーグ1位。打撃陣はリーグ2位の143本塁打と打ちまくったが飛ぶ。ボール使用禁止の影響で前年から本塁打が激減し、盗塁数も72個と最下位だった。 西部の基礎が固まったこともあり、根本監督はこの年限りで優待し1978年にヤクルトを日本一に導いた広岡達郎が新監督に就任した。シーズン終了後、かつての4番土井正宏が根本監督の優待とともに引退し、また古沢が翌年の途中に広島に移籍するなど世代交代も加速していく。優勝は プレイオフで決定。2位以下はプレイオフの結果に関係なく勝率順で決定。ありがとうございます。